カップルの距離観難よ、ニュース増田ダ・久松下公平、同級生二所に反響、イチャイチャが見れて幸せ。ニュースの増田ダ・久37が28日までにインスタグラムを更新。夕立である俳優の松下公平、37との2ショットを公開した。この日、増田は、こうちゃんハッシュタグ友達と綴り、松下との2ショットを公開。 二人は27日放送の With Music 2時間スペシャル日本テレビ系で共演しており、今回の写真はその際に撮影されたようだ。増田さんと松下さんは86年87年生まれの同級生で、ぐるぐるナインキナイン全道で共演していた際には、すま,ますコンビと言われていました。今年五月十六日放送のぐるぐるナインキナイン二時間 SP。 では、三年ぶりに松スコンビが復活し、マッスーとコウちゃんと呼び合うなど仲睦まじい姿を披露して話題になりました。女性誌ライター。松田と松下の松スコンビニショットに、ファンからは、松蔵コンビを見てると私まで幸せな気持ちになる。ありがとうございます。松蔵。尊いよ。二人とも可愛い。コウちゃんマッスーの呼び方可愛すぎた、可愛すぎる。 まっすうのニコニコ笑顔見て本当に松下くんことこの気なんやなって思う。と好意的な反応が寄せられている。カップルの距離感難よ、松蔵コンビのイチャイチャが見れて幸せでした。とファン大喜びの松マスコンビニショット。なんとなく二人は顔が似ているような。マスと松下の中むつまじい様子にカップルの距離感難よ。 松蔵コンビのイチャイチャが見れて幸せでした、との声も。同級生コンビにほっこり。